はい、音楽選択肢の皆さんこんにちは元気にしてますかはい、えー、今日はね4月に本当はね授業で教えたかったことをちょっと授業がなくなってしまったので自宅にいる間にねしっかり覚えてもらおうと思ってね、えー、簡単な基本的なことをちょっとね確認と説明をするのでしっかりと知っていたという人はね再確認へえと思った人はしっかり頭に置いといてください、はい、まず、えー、音の長さの話 音の長さ1拍とかね2拍っていう言葉があるだろうそれを何拍伸ばしてって言われた時の音の長さの話をするねえー、じゃあまずね今から俺がね「あー」という声を4拍伸ばしてみるけん俺が伸ばす4拍の「あー」という声が、えー、合ってるか長すぎるか短すぎるかこれを考えて ねえー、欲しいいい俺から今から言うああっていう声が4拍分合ってるか長すぎるか短いか考えてねはいいきます4拍分だよはい、せーの もう一回いくよせーのあーさあどうだろう今の四拍が合ってるか長すぎるか短いか一緒で,で考えてみようかいきますせーのあー もあるよね、えー、さあ合ってると思った人うんじゃあ長すぎると思った人どんぐらいあるかなじゃあ短すぎると思った人ねいると思う。おそらくね合ってるって思う人か長すぎると思う人が多いと思うんだけど実はこれは答えは「短すぎる」が答え。 ね「あ」ってね指折り数えると4つもあるじゃんだから4拍合ってると思うかもしれないけど実はこれにはちょっとね音楽特有のねこう時間という時間を伴うという音楽の特性上のあるんだよねちょっと説明するねはい。 はい、時間は目に見えないのでここに書きますこれが1拍目2拍目3拍目四拍目ここからね音の長さを書いてみてみるよますせーのああはいこれがね俺が言った歌だねせーので。 あ、はい、でもね 4, 4つあるより感じるじゃんでもね例えばこの4の先には56と続いていくわけださあ実は音の長さっていうのは1から2のこの間が一拍なのよ で次は2から3の間ここが1泊。で3から4の間がこれが1泊。となった時に4から5の間がここがね開いちゃうのよ。1234。分かるかな これ実はこの「せーの」「あ」っていうのは半分ね足りないのここがだから答えはさっきの「あーは」は短いが正解なのね正しい4拍は「せーの」で。

1> 1 2から3の間がまた13から4の間が1で4から次の間を全部埋めるのが1泊になるってことをこの期間中にしっかり覚えておいてくださいいいねだから2拍伸ばしてって言われたらせーのああ パッと聞いた感じにもしかしたら3拍なんじゃないのっていうのが正しい2拍。これをね、1の瞬間、2の瞬間、3の瞬間、その間の時間を埋めていく、それが音楽の考え方ということをしっかり覚えておいてください。はい、それではね、家にある楽譜の拍の長さを見て、あ何拍伸ばしたらこんな感じかなっていうのをイメージしておいてください。じゃまた。